動画をご覧くださった皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。今日、10月23日はレーサーだった、こう、高橋徹氏のご命日です。お亡くなりになられたのが、1983年と40年近く前になります。さすがに私たちだけではお伝えできないので、私たちの総合プロデューサーである。投稿主さんにもお手伝いいただきました。まず ト橋ルさんについて説明してもらいましょうそれでは高橋徹選手についてご説明いたします高橋徹選手は1960年10月6日生まれ生まれ故郷は広島県鴨郡最重町、現東広島市でございますご存命であれば62歳 私と同い年ですな。高橋徹選手は、どんなきっかけでレース界に入ったのかしら。お父様は公務員で、ごく普通の家庭で育ちましたが、中学に年生の時、野呂山スピードパークで初めてレースを見て、レーシングドライバーになる夢を抱いたそうでございます。その後、工業高校。科学科に進学しましたが、1年留年した後、 2>, 2年生時で中退。レーシングドライバーになる決意が強かったのでしょうね18歳になり運転免許を取得したその日に5歳年上の兄、にく氏の愛車だったスカイライン GTX を譲り受けたとされていますお兄様も車好きだったんですねでもそのスカジー危ない匂いがするわねお察しの通りそのスカジーは。 排気量が 2200cc にボアアップされ、ノンスリオを装着したシャコタンだったそうですな。なるほどね。お兄様も走り屋だったのね。血は争えないっていうとこかしら。頭文字なんとかみたいに、お兄様に走りのテクニック押し込まれたのね。それじゃあ、レースデビューはツーリングカーだったのかな。レースデビューは FL500 という、 当時は一番下のフォーミラカテゴリーでした写真で見ると FG1600 より本格的なフォーミュラカーねでもこれお高いんでしょう購入資金は板金工場で働いた給料を貯めたものと先ほどの愛車スカジーを売ったお金なんとか説得した家族からの援助だったそうです資金的に苦しそうだしやっとレースデビューしても 1979年トール選手は西日本サーキットの FL500 のシリーズ戦に参戦予選5位決勝4位と検討されましたそして鈴鹿に行って自分を試してみたい5年で日本一になれなければレーサーは諦めて広島に帰ると両親を説得したそうですデリューレスでいきなり4位なんて。 やっっぱりセンスがあったのね。翌1980年には何のコネもつてもないまま鈴鹿市に転居、自動販売機のメンテナンス会社や自動車部品の販売会社に勤めながら FL550 のシリーズにフル参戦資金や練習時間不足にあいながらも鈴鹿シルバーカップ FL550 シリーズの 年間チャンンピオンとなられました。レースデビューからわずか2年でチャンピオンなんてすごくないでもなんか今回の解説はテキストばっかで映像が少なくないなにせ1978年から1983年のことなのでインターネットなんてものはありませんでしたから資料も当時の雑誌や新聞の記事や写真をスキャンしたものが。 主流でして今自分のようにググれば出てくるわけではございませんので1981年以にこうはどうなのかしら資金も練習時間も不足しているようだけど大丈夫だったのかしら1981年にはアルバイト先が林レーシングとなり 林ヤ FJ マシンの開発ドライバーとしての役割をしつつ、林レーシングにメンテナンスを依頼していたそうです。林レーシングといえば、ドームの創業者、林実氏の実刑の、林ヤ一氏が経営していたファクトリーでしたね。マシン開発に携わりつつ、レース活動なんて、ある意味、恵まれた環境になったわけか。実際はそんな、楽ではなかったでしょうね。この年は、 FL550 と並行して FJ1600 の鈴鹿シリーズにも参戦して FL550 シリーズ3位鈴鹿 FJ1600 シリーズ9位西日本 FJ1600 シリーズ5位の成績を残しましたえっとデビューから数年でシリーズ上位の成績を残されたのはすごいですけどここまではちょっと才のある新人っていう感じしかしないんですけど。 そうですなここまでは非凡ではありますが浮きよばなれしたルーキーという感じではないですなまあ焦らずに次の話を聞きましょうよそれでは1982年の戦績をお願いします1982年は FJ1600 に乗る傍ら 前日本 F3 選手権にも林レーシングから参戦マシンレンタルながらにショートにどのポールポジションを獲得同じ同じ林レーシングのマシンに乗る鈴木あぐり選手のランク4位を上回るランキング3位の成績を残しました鈴木あぐり選手って12歳くらいからカートレースをやっていて言ってみればレースキャリアの王道を歩んできた方ですね。 F1 のラルースチーム時代、ローラエル C90、ランボルギーニで日本グランプリ三位表彰台をゲットしたのは超有名ですね。そんなアグリ選手よりシリーズ上位で終えたんですね。そしてこの年の12月に、伊藤は鉄引いるチーム伊藤の富士スピードウェイでのグラチャンカーテストに参加したことが。 彼ののさを引きき出すすっっかけにななたようなのでございます同じくテストに参加していた鈴木と塩王は回るタイムを出したことが戦は得意にしていたヒーローズレーシングのオーナー田中博の耳にも届き後に契約することになるのでございますヒーローズには日本一早い男の異名を持つ 星野よ義氏が在籍していましたが星野のはこの年のシーズンをフに自らのチームインパルを立ち上げヒーローズを離脱してしまったためトール氏はヒーローズのエースドライバーとなってしまうのでしたそして迎える1983年シーズン。 ヒーローロズレーシングから F2 と富士 GC にフル参戦することになったのでございますここまで苦労してきたけど物事が一気に良い方向に動き出したようにしか見えないけどここからどんな才能を開花させたのかしらこの頃の F1 や F2 それにグラチャンマシンはグラウンドエフェクトカーといって車体にベンチュリ構造を持たせ 車体底面と地面の間に負圧を発生させて強力なダウンフォースを得ていたのでございます。多くのドライバーがこの強力なダウンフォースを得たマシンの扱いに戸惑う中、トール選手はいち早くその扱いに慣れたようなのです。全日本 F2 第一戦1の予選前に行われた公開練習でトール選手は。 F2 ルーキーであるにもかかわらずなみいる強豪を抑えて最速タイムを記録し関係者の度肝を抜いたのでございますウイングカーって確か危険だからという理由で禁止されてなかったかしら ?F1 では一時期禁止されてたけど2022年シーズンから解禁されたんじゃなかったかしらインディーカーでは禁止もされてなかったようなこの頃のレースって。 星野選手と中島選手がバトルを繰り広げていた時代ですよね。その中には手入るなんてやっぱり何かを持っていたんでしょうね。さらに予選では4位。本戦でも最終ラップ。ヘアピンで星野選手をかわし中島選手に次ぐに位につける。衝撃のデビューを飾ったのでございます。これは国内トップ4ミュラにおける 新人のデビュー戦最高成績でもありましたすっごーい !5 月に行われた全日本 F2 第4戦鈴鹿 J p s トロフィーレースでは予選で当時の鈴鹿のコースレコードとなる1分56秒46を記録しポールポジションを奪取決勝は体力不足のため3位となり でもこの調子でいけば優勝も遠くないしシリーズだって良いとこに行けそうだよ。F2 はいい出だしだったけどグラちゃんの方はどうだったのかしら。全四4戦で行われたフジグランチャンピオンレースは開幕から2戦はグラウンドエフェクトカーではなく通常のシャーシだったこともあり開幕戦で6位に入ったものの。 せ 2> 2戦はリタイヤ。迎えた第3戦、グラウンドエフェクトカーを投入するもののリタイヤに終わってしまったのでございます予選の一発は早いけど本戦になるとベテランに翻弄されちゃうルーキーあるあるかしら星野さんや中島さんそれに国光さんや長谷美さんなど歴戦のもさが揃っていた時代ですしね周囲の優勝へ向けた期待が高まる中、 迎えた10月2 3日のフジ GC シリーズ最終戦、富士フジマスターズに150キロレーストるル選手は決勝レースでトップを走る星の選手を2位で追走していましたしかし2周目の最終コーナー立ち上がりでスピンここでウイングカーの危険な面をさらけ出してしまいますスピードののる 富士スピードウェイの最終コーナーで車体が後ろ向きになったことで、ベンチュリ効果を失ったウイングカーはまるで、風に巻き上げられたこの葉のように中央前反転した状態で運転席付近から時速250キロの速度で、観客席フェンスに突き刺さるようにクラッシュしてしまったのでございます。今まで負圧を発生していたところに、 ほうこうからこうそくのくうきがはいってようあつがはっせいしてしまったってことかしら画ぞうをみるとかんきゃくせきにちかいけどかんせんされてたかたはへいきだったのストレートはきにマシンごとちゃくちしたとおるせんしゅはフジスピードウェイのいむしつにはこばれましたがしぼうがかくにんされましたまだに13さいと17にちでございましたいっぽう マシンやその破片の直撃を受けた観客1人が即死1人重傷2人が軽傷を負うという惨事となってしまったのでございますトール選手がトップカテゴリーで戦ったのはわずか8ヶ月でしたがレース関係者やファンに強烈な印象を残したのでございます独特の操縦感覚が必要とされるといわれるグラウンドエフェクトカーですが ベテラン勢以上にうまく乗りこなしていたとおる選手は後年ウイングカーの申し後と称されるようになるのでございますプロデューサーさんはこのシーンを見られたんでしょう私が見たのは同年11月に録画放映されたテレビ放送でございますよおない年でありながら私と違ってレーシングドライバーになる夢を実現された。 トール選手に注目していた矢先のことでしたまるで村上元香先生の書かれた赤いペガサスに出てくるペペラセールのごとく彗星のように日本のレース界を走り抜けていかれましたそして何より残念だったのが1977年の F1 日本グランプリ後に同じ富士スピードを言いいで 観客を巻きき込んだ事故が起きてしまったことでございますこの後も1986年4月7日萩原明さんがスゴでのテスト中にクラッシュして亡くなるなど悲しい出来事が続いてしまった感がありますね1986年はラリー WRC でも第3戦ポルトガルラリーでフォード RS200 が路肩の観客を巻き込んでクラッシュし3人が死亡 31人が負傷するという惨事がありましたクラッシュを期待する人もいるけれど亡くなったり怪我をしたりする方がいることを忘れないでほしいですね観客を巻き込んでしまったこの事故は警察が介入しその後、訴訟にまで発展しましたが和解が成立しトール選手に責任なしとされたのですが事故原因は解明されなかったのでございます 高橋選手の事故があった1983年シーズンにはグラウンドエフェクトカーは禁止されてたのね近年はレーシングカーデザインの空力学的解析が進みグラウンドエフェクトカーが解禁されてます速さを競う技術と安全のための技術これが融合したレース界になってほしいものですな高橋徹選手熱い走りをありがとうございました そして安らかにお眠りください。事故に遭われて亡くなってしまわれた方のご冥福をお祈りいたします。事故でけがを負われた方のご回復を願っています。最後までご視聴ありがとうございました。した今日も、明日も、明後日も、その先もずっとご安全に。